ボクシングの本場からやってきたカリスマを完璧に粉砕した井上尚弥、大橋、モンスターの異名を授かるゆえんを世界に知らしめた30歳の日本人チャンプに対する評価は天井知らずで高まっている。動画「フルトン」もたじたじ井上尚弥が世界に見せつけた衝撃の KO シーンをチェック7月25日に東京。 アリ,ア,アリーナで行われた WBC&WBO 世界スーパーバンタム級タイトルマッチ12回戦で、井上は2団体統一王者のスティーブン・フルトン、米国と対峙。試合後に、最強と言えるんじゃないかなと語った30歳は序盤から主導権を握ると、8回に怒涛の連打を浴びせ、TKO で勝利を飾った。 井上の図抜けた強さを証明するような試合運びに惨事が相次いだ。その中で、こいつはパウンド・フォー・パウンド・ t f p 1位に値するものだ、と絶賛したのが、創刊101年を数える世界で最も権威ある米ロフォボクシング専門誌、ザリング、の編集長を務めるダグ・フィッシャー氏だ。米スポーツ専門局、ESPN、 歴者を務めていたスティーブ・キム氏がホストを担う米ボクシング専門ポッドキャスト番組サンノックダウンルールの YouTube チャンネルにゲスト出演したフィッシャー氏は私には井上の勝利の方が少し際立って見えたと PFP ランクにおける井上をしの姿勢を崩さなかったもしクロフォードとスペンスの試合が失敗に終わっていたとしてもそれでもハッピーだったなぜなら 試合前に井上に投げかけられていた軽蔑があったからだ。彼のことを傲慢だというやっこもいた。ここでフィッシャー氏が言う、軽蔑、とは、井上を過小評価する指揮者や同業者たちの声だ。あまたの猛者たちを見定めてきた同志は、井上はいろいろと言われていた。実績のある対戦相手はノニトドネア一人だけだった、や、そのドネアが、年をとっていた、とかいう人もいた。 パフォーマンス向上役を使った疑いを投げかけたり、グラブ、バンテージの巻き方が違法だとか、ありとあらゆる論争が積み上がっていた、と試合前に吹き荒れていた、逆風を語った。さらに井上はフルトン陣営から、我々はクリーンにやりたいんだ、と指摘され、バンテージの巻き方に不服を申し立てられていた。そうした、難癖、をモンスターは意に介さず。 リングで己の力を証明した。フィッシャー氏はこう舌を巻く。彼はフルトンの陣営に試合前に、愛を見せたんだ。いや、全くすごかった。テーピングを巻くところを目の前で見せ、これで大丈夫か。この巻き方でいいか。と確認した。そしてリングに上がり、圧勝したんだよ。本当に一流で多彩なボクサーにね。 いかなる逆風にも動じず己の力を信じ抜いた井上。可の異次元の強さにフィッシャー氏も惚れ込んでいる様子だ。